これから純子とお部屋訪ねていいかしら。あの子なんだか泣いてるの、角のコーヒーハウスでピザパイがあってギター持って、それじゃ着るけど他にいるものないかしら。お金持ちなの今日は。もしもし昨日はごめんね、街で純子に会ったけど割と元気になってたわ。サブに車を借りたわ。ジーパン履いて本持って外人墓地へ行くの。この頃なぜかわけもないのに心が忘れていたけど、明日はひろみの誕生日。あの子19になるわ。もしもし表は雨だわ。